この機関車はですね、昭和13年3月10日に日立製作所笠戸工場で作られて、同年4月に九州の熊本県に送られましたと。その後広島県、島根県を経て再び九州、鹿児島県とたびたび働く場所は変わりましたけれども、主に山岳地のローカル線で活躍しました。そして昭和49年6月20日、鹿児島県吉松機関区に最後に廃車されたものですと。その間、昭和47年10月の鹿児島国体でのお召し列車用として、赤く塗ったりですね、白く塗ったり、真鍮などで飾り付けされて、いたということでございます。お召し列車としても使われたんですが、この機関車はどうやらこの廃棄、まあ、メンテナンスに費用がかかるということでね、廃棄されるということでございます。でここからですね、野鳥の探調を行いたいと思いますね。あ、カイツブリじゃないかな。なんかつついてるな。何だこれ。あ、メジロですね。あ、これまた3羽おるな。これまたややこしく関係ちゃう。ややこしい関係だ、またこれ。結構こういうパターンあるな。はい、ここに見えますこの橋、陸橋ですけどもね、これも確か実際に使われていた鉄橋だと思いますね。神戸電通王線の加護川が橋梁で使用されていたものです。うわ、何やろ、セグロセキリやろか。これはスズメやな。なんか食べてる。あ、山柄だ。
市場からだよね。え、長いね。今やるのは市場からかな。めっちゃ食べてる。山わらですか、これ。ね、山で野鳥を撮影している人は尊敬しますね。これはね、非常に難しいですよ。しかもこの鳴き声で鳥が判別できるとできないのとでは全然違いますね、やっぱり。あ、あんなとこにヒヨドリが止まってるな。でも歩き始めてまだ40分ぐらいですのでね、まあ、長い時だと連続で3時間ぐらい歩く時もありますので。カルガモだ。はい、元のところに帰ってきました、はい、結構ね、やっぱり自然公園だけあっていろんな野鳥を見ることができたんですが、しかし前、撮影の方はね、なかなか難しいところもあったんですが、いかがでしたでしょうか。この、まあ、播磨中央公園にはね、冬は結構水鳥なんかも来ていたりしてたくさん撮影したことがございますのでね、季節を通じていろんな自然観察ができる場所だと思いますよ。